よう来たばら、サイヤ人の王子、ベジータだ。今日コメント欄に来てた、超激戦のブロリー攻略をやってくれということで、初心者でも作りやすい物語キャラとかで構成してるから、ま、ぜひ参考にしてみてくれ。で、まず超激戦挑むためには、用意するものがいくつかあるんだが、まずは物語キャラを集めていく。あとはアイテム所持枠を増やす。アイテムを買う。で、まずアイテム所持枠の増やし方なんだが、多分初心者のうちはこう挑む時にこのアイテム持ち枠が3つか2つぐらいしかないと思うんだが、それの増やし方っていうのはここにあるドラゴンボール。この一つ一つボールをタッチすると、冒険のここに行ってくれっていうのが出てくるんで、これでもう行けばもうその場でそこに行ける。で、ドラゴンボールを7つ揃えて、アイテム所持枠を増やすっていうのがあるから、それをやってくれ。で、その後にアイテムを買うんだが、あ、初心者のうちは多分このアイテム所持枠っていうのが、解放できてないやつあると思うんだが、これどんどん解放してくれ。で、今回欲しいのはない。そしたらもうゼニーの出番だ。で、ここでカットシーンのまあ4つ。セール市場お化けと、ウィスさんとハイヤードラゴン。まあ、ヘビ姫。ただ今回ちょっとセンズ持っていこうとは思ってるんだが、それちょっと後ほど。まあ、コインで交換できなくはないんだけど、9周年コインでアイテムとは交換しないでくれ。まずはな。まあ、今回ブロリーっていう指定があったんで、スーパーサイジンブロリーで行くと。で、俺様、LR までもう仕上げてはいるんだが、今回の動画のために、わざわざ2回リバースして、みんなと同じところまでにしている、物語イベントで手に入るビルス様。独眼覚醒した姿。これも潜在能力はマックスまでしてある。まあ、しなくても、今回勝てる。あとはフリーダ様だろ。フリーダな。で、このゴールデンフリーダと、さっきの独眼覚醒する前のビルス様を入れてる。まあ、これなんとなく入れてる。で、このゴールデンフリーダどこで手に入るんだっていうと、物語イベントで来ている、このドラゴンボールスーパーブロリー。あ、ステージ3のパラガスで手に入る。虹だったり潜在能力解放した方がいいですかって質問が来そうなんだが、しなくていい。もうこのままでいける。受けるダメージ 20% 軽減。まあ、やばいなと思ったら、アイテムの軽減使うから、全然問題ない。で、このフリーザのゲットする場所が、セレクト流石の、ここにある。セレクト流石で引き換えるおすすめで言えば、このゴールデンフリーザも、ブロリーを持ってるなら全然あり。極属性で組めるからな。で、このゴールデンフリーザも、受けるダメージ 90% 軽減なんだが、連れていけないことが多くなってきてるから、ちょっと優先下がってきちゃったな。あとはブロリーと関係ないんだが、この、バインドの、カカロット。あと極限すると、劇場版ボスと純粋サイヤ人カテゴリーに対して、受けるために 77% 軽減するというとんでもない性能を持ってるからな。ただ今回はまあ、あえて、まあこういうのもあるよということで、ゴールデンフリーザを入れていく。だからこのゴールデンフリーザの、このバージョンを、このゴールデンフリーザ差し替えでも全然勝てる。じゃあこれで行きましょうと。の超覚醒バトル。スーパー2。気力がない。動画のためには肉を使う。で、ここで連れて行ってほしいキャラなんだが、まあ、ブロリーでも全然いいんだ。フレンドのな。あ、フレンドってかこのゲストで出てくる。ブロリーで全然いいんだが、まあ、なるべく連れて行くなら虹。ただ今回に関して言えば、ザマス。まあ、なるべくこの星が虹色になってるキャラな。で、メモリーはお好みっていう感じだな。あってもなくてもどっちでもいい。で、作戦としては、まあ、今回4戦あるんだが、だからこの最後の4戦目が結構強いからな。そこをもうザマスでぶっ潰していく。まあ、そういうシンプルな戦い方だ。もう何も考える必要はない。とりあえずザマスにぶん殴ってもらうだけだ。で、一応サポートアイテムは、ウイスさん、ハイヤードラゴン、お化け。で、最後の枠を、ちょっと今回は、センズでいこうかなと。まあ、それはちょっと動画内で説明しようと思うからな。ビビるぜ。行くぞ！さあ来ましたと。マント1枠目にまさかの合体ベジスが来たということで、戦い方なんだが、最初は敵がどういうものを受け付けるかっていう、ここ敵のアイコンな、ブロリーのアイコンを長押しして、エネミースキル、ステータス、テリトリースキル、ここちょっと確認するようにしてくれ。今回なしということであれば、このブロリーなんと必殺技封じもアタックディフェンス低下も効くということで、まあ、安定して戦えるキャラだな。なんてことはね、もう1枠目でぶっ潰すので。で、一番やってほしくないのは、こういう感じ。要は3枠目に置いてほしくない。3枠目に置いてしまうと、1、2、3、ターン目に回ってしまうから、合体ザマスの登場が少なくなって、ピンチ気味になってしまう。まあ、でも勝てるんだけどな。そのためにアイテムを持ってきてるからな。で、このゴールデンフリーダーで言えば、HP50% 以上で受けるダメージ 70% 軽減、こいつを先手に置いている限りは、負けることはない。この、今回の並びに関しては、ちょっと合体ザマスを1枠目に置いて、もう早めに早めに回していきたいなと思う。このゴールデンフリーダーも受けるダメージを 30% 軽減、攻撃を受けるために自身のディフェンス 15% アップっていうのもあり、1ターン目だったらまあ必殺来ても、ちょっと耐えれるかなっていうのはあるんだけど。で、3枠目にちょっとこのゴールデンフリーダーを置いてしまうと、2ターン後に出るような感じになってしまうから、ちょっとあんまり良くないかなと。てか、この二人が一瞬出てくるのはちょっと良くない。から、今回、あえて3枠目で行くの。で、あと、まあ、3番目。
敵の攻撃回数が多いところに攻撃受けたくないやつを置かないことが大切。これギャルの鉄則。で、ザマスでぶん殴っていくと。これ多分ワンパンだと思うんだ。2パンだな。2パンは必要だな。あ、いけるかも。おっと。なるほど。ちゃんと攻撃をしていくと。さあ、なんと3枠目で攻撃必殺技が来てしまったと。でも大丈夫と。こいつは21に抑えると。無駄なんだよと。で、このビルス様が必殺技に必殺技封じがあるから、必殺技打ってもらって、ブロリーの必殺技封じるっていう手もあり。で、今回このブロリーは、すべての攻撃をガードし、全属性が持っているから、まあ先手において全然問題ない。もうしこたまぶん殴ってもらおう。で、このフリーザが攻撃するたびにアタックディフェンスは上がっていくということで、まあ今回はあえてこう2番目に置いて。で、ビルス様の注意点で言えば、まあ取得機玉3個以上でアタックディフェンスが 50% アップするということで、まあなるべく3つ以上取ってくれということで、今回ちょっとミスって必殺技打ってないんだが、必殺技打つようにしてくれ。な。これじゃまるで意味ないから。あ、だが、なんと、ちゃんと連撃に振ってるから多分必殺を引いたな。さあ強いと。当たり前だ。でまた1番手にザマスを置いて、ザマスにぶん殴ってもらうと。あの一番重要なのはザマスを1番手に置いてぶん殴るってことだからな。で3つ取ることを意識して、終わりだぜ。ピロリロリリン。無駄なんだよ。これでキレットが足りてな。そう、そしてこの合体ザマスは攻撃を受けるたびにアタックが上がっていくんだ。だからあえてアタックをいっぱい受けてこうやってワンパンしてもらう。で、今回、まあブロリーがいくら全属性ガードあると言っても全体攻撃だったり、速属性や技属性にの弱点属性だから、まあ結構ダメージが効いてしまう。そんな時には後ろに合体ザマスが控えてると。っていうことであれば、もうここでセールス市場お化けを使って、まああの先手フリーザーで受ければ全然問題ないんだけど、だから無理して使わなくていい。だって今回のブロリーはめっちゃ強いからな。ただ、まあ、今回は一応、安牌っていうことを意識しないくから。カースブレイカーと。さあ、これディフェンス下がっていくと。で、ギガンティックインパクト。これどっちの？俺のブロリーだ。相手のブロリー、俺のブロリー。どっちだ？俺のブロリーっぽいな。あ、そうだよな。相手、な、お化け使ったんだもんな。全然ダメージ伸びてなかったな。これが弱点属性の怖いこと。配信出れば関係ないんだけどな。さあ来ましたと。で、一応全体攻撃あるんだが、まあ、これは全然耐える。フルマックスパワーでぶん殴ってもらおう。まあ、とりあえず、3つ取っとけばなんとかなる。3つな。3つ取っとけばなんとかなる。で、怖かった、全体攻撃ちょっと怖いなってことだったら、ここで、ウイス様とか使えば。でも全然耐えれてるからな。食らっても3000と。さあ700万。ワンパンなんじゃないか？食らいやがれ！はい、終わりと。さあ、問題は次な。まあ、このブロリーは強いと思う。なぜならば、このブロリー、必殺技で効かない。気絶にならない。アタック低下も効かない。キャラクターの入れ替えロックすると。キャラクターの入れ替えロックっていうのは、今みたいに左右の矢印、X がついてるだろ。これのことな。だから今動けないんだよ。そうすると、今、このゴールデンフリーダ、ディフェンス3万に集中砲火を食らうと。これはやばいよな。で、まあ、今回セール CG お化け使って、ターンを流して、次の合体サマスのワンパンで仕留める。っていう手もあるんだが、今回は、ここで先祖を持ってきた意味をみんなに知ってもらいたい。HP 全回復、味方全員の状態上直す。さあ、これを使うと、なんと、入れ替えロックも治るという。センズは半端じゃねえだろ。で、ここまで来たら、アイテム使わなくてもいけるんだが、まあ、今回は、まあ、ナメプは良くないということで、一応ハイヤードラゴン。さ、最初、アイテム、あんまないからな。そこはちょっと節約してほしいと思うんだが。で、これでいける。今はこれ 100% 軽減だ。ってことはもう、ほぼゼロ。あ、ブロリーさ、ちょっとこう、ラグあるよな。攻撃とかなんか。やっぱこう、異次元空間、空間。カカロットみたいな感じ。異次元空間だからかな。なんかちょっと、ラグっぽくなるよね。からのうちのブロリーさん出番と。アタック無限上昇。まあ、100万。もう一発。行くんじゃないのと。いいね。やっぱ強いよ。で、これでだんだん、こう回数こなしていって。一個ドッカーで覚醒したらもう別キャラ次元になってるから。別次元みたいな。で、またこういうことされて、もう、ちょっとやめてくれよって言いたくなるんだが、
これでなんてことない。さっき使ったハイヤードラゴン 35% っていうのがまだみんなにハマってるから、まあ必殺来ても耐えれると思う。で、先手、ザマスにすることによって、ザマスの持ち前のダメージ軽減プラス、ハイヤードラゴンが乗ってるから、まあ必殺技来ても大丈夫だし、何より得意属性だから、問題ない。攻撃を受けるたびにアタック 25% アップってことで、先手に置いて、ここでアタックを上げて、ぶっ倒すというな。さあ、これで終わりだ。覚悟するんだな。岩盤の恨み忘れてないからな。はい、800万。これはワンパンなんじゃないの？はい、1000万。終わりです。と、まあ、こんな感じで、今回の超激戦は、合体ザマスがいることによって、かなり楽になる。もちろんブロリーでもいいんだよ。もちろんブロリーでもいいんだけど、なんとなく合体ザマスの方が気持ちよかったから、俺は合体ザマスを使ってる。まあ、参考になったろう。エリートの戦い方がな。またわからないことあったらコメントするんだな。それじゃあ、またな。